お世話になっております、マサルです。今回は検知方式と誤検知について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず検知方式としてミスユース型とアノマリ型について勉強します。その後誤検知の種類としてホルスポジティブとホルスネガティブについて勉強したら、最後に過去問に挑戦してみたいと思います。それでは始めていきましょう。前回、前々回の動画で IPS や IDS についてお話しました。IPS や IDS には不正な通信を検出する機能があります。では、どのようにして不正な通信を検出するのでしょうか。その答えは今回勉強する検知方式を知ればわかります。検知方式は大きくミスユース型とアノマリ型に分けられます。ミスユース型は別名シグネチャ型とも言います。基地の攻撃パターンをデータ化して、そのデータと比較することで不正な通信を検出します。ミスユース型は攻撃パターンをデータ化したシグネチャを用意するだけで不正な通信を検出することができるようになるので、導入はとてもしやすいです。ただその反面、検知対象は基地の攻撃が主な対象になります。なので未知の攻撃は防ぎにくいという特徴があります。一方、アノマリ型は日頃の通信と比較して異常な通信を検知します。例えば利用しているはずのない真夜中に通信が発生していれば、それは不正な通信が発生していると判断することができます。アノマリ型は正常な通信と比較して不正な通信を判断するため、正常な通信がどういう通信なのか学習する期間が必要です。そのため導入するときには学習期間が必要であり、運用開始までに時間がかかることがあります。ただ正常な通信と比較して不正な通信を検知することができるので、シグネチャーで管理されていない未知の攻撃が発生した場合でも検知できる可能性があります。ミスユース型は攻撃パターンをデータ化したシグネチャーと比較する、アノマリ型は正常な通信と比較する、違いを覚えておきましょう。先ほど IPS や IDS の検知方式としてミスユース型とアノマリ型があるというお話をしましたが、 100% 完全な精度で検知を行うことは残念ながらできません。不正な通信を検知できなかった場合をホールスネガティブ、正常な通信なのに検知してしまった場合をホールスポジティブと言います。この2つの単語は試験でもよく見かける単語なので、しっかり覚えておきましょう。ホールスポジティブとホールスネガティブの違いを覚えるのが苦手な方は、コロナの検査を思い出してください。コロナの検査をしたら、陽性、陰性という判定が出ますよね。陽性イコールポジティブ、陰性イコールネガティブです。そして、ホールスは誤ったという意味があります。つまり、ホールスポジティブの場合は、誤って陽性だと判断したということです。そしてホールスネガティブは誤って陰性だと判断したということになります。セキュリティ的にあってはならないのはホールスネガティブですね。本当は不正な通信なのに正常な通信だと判断して検知することができていません。ホールスポジティブは正常な通信を誤って不正な通信だと検知してしまっているので、過剰に検知しているということになります。セキュリティ的にはホールスポジティブは問題ないように感じますが、過剰に検知してしまうと本当に大切な検知を見逃してしまうことが考えられます。できればホールスネガティブとホールスポジティブ両方の数を減らしたいところですが、この2つはトレードオフの関係となっており、一方だけを調整することはできません。セキュリティポリシーに応じて最適な検知レベルに調整する必要があります。それでは最後に過去問に挑戦してみてください。情報処理安全確保支援士、平成29年春の午前2、ウイルス対策ソフトでのホールスネガティブに該当するものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。少し考えてみてください。それでは正解を発表します。正解はうですね。ホールスネガティブは誤って正常だと判断しているということですね。誤って正常に判断しているのは選択肢のう、ウイルスに感染しているファイルをウイルスに感染していないと判断する、これが正解です。ホールスネガティブやホールスポジティブの問題は覚えておけば確実に点数を取ることができます。同じ問題が出たら正解できるようにしっかり覚えておきましょう。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。
私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークをメインで勉強していますが、ネットワークとセキュリティは近い分野なので、セキュリティを勉強する機会も少しあります。無料お試し期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は検知方式と誤検知について一緒に勉強しました。検知方式としてミスユース型とアノマリ型がありますよという話でしたね。アノマリ型は別名アンノーマリー型です。このアンノーマリーというのはアンが否定を意味していて、ノーマリーが通常を意味します。通常と違うものみたいな意味があるのですが、それよりもアンノーマリーという言葉を聞くと女性の名前に聞こえるのは私だけでしょうか。アンノマリという名前可愛くないですか。これ私だけですかね。通常とは違うという裏のメッセージもあって、芸能人の芸名にいいんじゃないのかなと思ってます。もしアンノマリという芸能人がいたら私に教えてください。応援したいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。